中谷さんは今日は休日モードだそうですね。あ、休日のなかなか、うん、あのこれはあの越野純子さんのファッションショーで実際使った一点物で、親戚なんで、ご親戚なんですよ。で終わったらちょっとあんたおいでとかって言って、これこの間ショーですから来てみ、あ、ぴったりやわって言って、あと正規書が来るんですよ。しっかりされてますね、そこはね。はい、さあ、それでは中谷さん、今日のテーマの発表お願いします。これです、勤労感謝の日。お、ワークスタイルは当番から係へ、ということでしょう。経団連は15日、大手広告代理店の電通に勤務していた女性新入社員が自殺し、長時間労働への批判が高まっているのを受けて、会員企業およそ1300社に対し、社員の働きすぎ防止に取り組むよう文書で要請しました。経団連が過重労働防止について呼びかけるのは異例のことです。経団連は政府の進める働き方改革と歩調を合わせ、今年度を働き方・休み方改革集中取り組み年に定め、有給休暇取得の推進などを会員企業に求めています。中谷さんももともと広告代理店にもいらっしゃった。 その過酷な中にいて、なぜ僕は生き残れたのかなっていうところで、それが今本当にね、他人事じゃなく、もう僕がああなってもおかしくなかった状況の中で、やっぱり過酷な環境でもある、まあ学校時代から仕事をするという時の仕事に2通りあって、この係と当番、そういえば、掃除当番ってあるでしょ、で飼育係っていうのがありますよね、でこれはどう違うのかって言ったら、当番って、掃除当番はちょっとでもサボった方がやった感があるんですよね。だから飼育係、やだなと思いながら、でそんなとこ見なくても先生見ないから誰がやったかわからないし、でも係は飼育係で、台風が来たらちょっと飼っているウサギが心配だから日曜日ちょっと見に行くわって、よくやったね、さすがだね、ここまでやったのか、すごいなって、で言われなくてもやるから、言われなくても自分のウサギだから、好きだからね。だからここで義務でやるか責任でやるかって、だから仕事って今シンプルな働きやすさっていうのをみんなが求めて仕事を探してるんだけど、働きやすさの中から働きがいが出るかって言ったら、なかなか微妙なところがあるんですよ。確かにね、すごいハードワークでも、その自分がやっぱり手塩にかけて育てたプロジェクト、やっぱり意味合い違いますもんね。ここみんなそうじゃないですか。もう堀さんはじめ、休みにどこ行ってんですか、取材してみたいな。確かに、当番じゃないね、当番じゃない、係としてやってるわけですよ。で、じゃあみんながなぜしんどくなるかって言ったら、長時間労働が、まあ、話題になってるけど、長時間労働っていうのは実は問題ではなくて、その仕事をやっていくモチベーションが上がらないっていうことなんですよ。どんなに短い時間でも、モチベーションのない仕事は1時間でも嫌だ、だけど実際グーグルだとか、あのシリコンバレーの人たちは机の下で寝てるぐらいやってるけど、でもやる気があるっていうことはモチベーションがある。この時のモチベーションって2つあって、開始動機と継続動機があるんですよ。何でしょう。開始動機っていうのは3つ、報酬、それからお金がもらえるとか修正するとか、2番目は褒められる、で感謝される、ところがこういうのっていうのは実際3ヶ月で持たなくなるんですよ。だって社会でって、学校では褒められます、でも社会で褒められるとかいうことがないわけですよ。例えば介護の仕事をしている人が、実際ね、介護されてて褒められますかって言われたら、いや褒められませんね、噛まれますねって言ってるから、こう洗ってあげてるおじいちゃんに噛まれたりする。でもそれでも続けていけるっていうのは、続けていける人と続けていけない人の差は何で生まれてるかっていうと、3ヶ月の間にいつの間にか継続動機を知ってしまうんですよ。で、継続動機であるのはこの工夫感と役立ち感と成長感、これの反対語が工夫じゃなくて努力しろって言われたら続かないけど、工夫ってうまくいかなかった時に、あ、じゃあ今度はこうやったらどうかなっていう気持ちで次は前向きですよね。で、能力って言われると10人中1人しかないけど、役立ってるって言われたら、歌が上手い人は10人中1人しかいないけど、お前が歌った後は歌いやすいっていうのがあるね、下手だと。で、そういう人はカラオケで1番で欲しいっていうのがある。それから成長感っていうのは、反対は成功、成功って言われたら、トライしてればするほど成功は難しい技にすればないけど、だけど
宮子さんなんか分かると思うけど、うん、前より高いレベルの失敗ってありますよね、うん、同じ失敗だけど前よりレベルが高い、同じようにフルマラソン参加したけどまたリタイアしちゃった、だけど前回リタイアした時はゲーゲー入ってたけど、うん、今日はバナナ食べてんじゃん、それは成長だよ、前回はタクシーで帰ったけど、今日は地下鉄で帰ってるじゃん、それは成長してるよっていう、この工夫感、役立ち感、成長感っていう、これをどう感じられるか、また上司はそれを部下にどう感じさせることができるか、そんな中で続いてる人たちって、スポーツもシンクロってわあ綺麗で憧れて入ってきたけど、それが最初憧れて続くのは3ヶ月で、次に続いていくって、確かにそこはもう宮子さんメンタルトレーナーとしてのね、特に工夫感なんてね、自分のオリジナルができた時に一番楽しいわけで、誰かに言われたことをやってもつまんないですよね。あの学校から僕はあのスキーに行った時ね、おかわり自由にしたいからお室の横に座ったんですよ。で、お室の横に座って高校時代、で、おかわりできると思ったらね、お室の横に座ったもんだからみんなのおかわりしなくちゃいけなくなったんだよ。で、おかわりないのかって僕にクレームが来て。で、厨房のおばちゃんのところ、すみません、おかわりませんかって、ちょっと待ってくださいって言われた後、お室係の方って言われるんですよ。お室係なんか僕いつ立候補したつもりないんだけど、はいって返事してる僕がいて、その後厨房出入り自由で中で働いてる女子高生のバイトの子たちと仲良くできるっていう、何の話利権が生まれてくるみたいな。まあでもそれもね、入れてるうちにね、入れてるうちに美味しくいるよっていう気持ちがなんか湧いてきてる自分っていう、成り行きで、だ人の役に立ってるっていうことが、これがモチベーションになる。わかります。すっごくよくわかる、皆さんどうですか。勤労感謝の日とは一方で長時間労働などにはならず、お休みメリハリ取れてますかということで、せーのドン。お、今日はお休み894票、いいですね。1日お仕事351票、半日お仕事93票ということですね。ね、ここのね、AD のみんなもね、毎回新聞きれいに貼ってくれるんですよ。で、貼り直したりとかね、役立ってるよ、本当にありがとう。さあ、続いて、宮子さんお願いいたします、はい、それでは今日は勤労感謝の日でした、皆さんはお休みしていますか。ドン。そうなんですね、ご覧のような結果になっています。なるほど、これは意外だった。失礼しました、はい、先ほどの途中経過だと今日お休みっていう方が一番多かったですね。今日お休みが1248票ということで、1日お仕事という方も一方で462票ということでした。